新型コロナウイルスについて県と奈良市はきょう新たに42人の感染が確認されたと発表しました新たに確認された感染者は実際歳未満から90代までの男女合わせて42人でいずれも軽症または無症状です居住地別では奈良市が11人と最も多く次いで生駒市が6人などとなっています 推定される感染経路は他の陽性者との接触と家庭内感染がそれぞれ10人調査中が22人となっていますまた県は今日これまで複数の感染者が確認されていた大和高田市内の劇場弁天座について県内27例目のクラスターと認定しました ベンテン座では新たに勤務する60代の女性1人の感染が確認されており感染者は20人になりました県では1月12日から15日までに劇場を利用し体調面などで不安のある人は専用の窓口に相談するよう呼びかけています 県はこのほか橿原市にある障害福祉サービス事業所竹の子園について県内28例目のクラスターと認定しましたこの事業所ではきょうまでに18人の感染が確認されています県内の感染者の累計は2716人となり現在の感染者の数は395人このうち重症は14人です